新田義貞戦没伝説地地図東明寺なわて、新田義貞戦没伝説地は、福井県福井市新田塚町に位置する古戦場である、新田義貞の戦没地であるという伝承に基づき、1924年12月9日に、国の史跡に指定された、鎌倉幕府を倒す大公を立てた、新田義貞は、後醍醐天皇に組みし、港川の戦いで手を追われた後、 北陸道方面に退いていたが、足利高氏方の圧迫を受けていた。1338年、吉佐田は勢いを盛り返し、足利方が籠もる越前の藤島城を攻める味方を特占するため、わずか5十余期の手勢を従えて、藤島城へ向かうが、東明寺なあてで足利方と遭遇し、乱戦の中で戦死した。江戸時代の1656年、 この地を工作していた百姓の貨幣が偶然に兜を掘り出し、芋桶に使っていたところ、福井藩の軍学者、茨藩江門がこれを目にし、造岩や元王元元八8月相模国の名文からに行った吉定着用のものと鑑定した。その4年後の1660年には、福井藩主の松平光通りが兜の発見された場所に、逆王元年うるうる7月2日、 日田吉貞選手このところと刻んだ石碑を建て、以後この地は、日田塚と呼ばれるようになった。明治維新後の1870年、日田塚の近くに、日田吉貞を祀る指導が建てられ、1876年には、藤島神社と合した。吉貞着用品とされた兜は、松平家より、藤島神社へ献納され、1900年、古社寺保存法に基づく国宝に指定された。また、 日田塚の古戦場は1924年に国の史跡に指定された鉄製銀蔵岩株と現在藤島神社が所蔵し、吉貞の器量とされている株と鉢については日本甲冑の研究者である山上八郎らにより鉢の形状や装飾技法などからして実際は南北朝時代の作品ではなくそれよりも下った戦国時代に 相模のご北上氏に抱えられていた妙鎮圏、甲冑氏が制作した小田原蜂と呼ばれる兜であると鑑定されている。また、兜蜂には土中にうずもれた形跡すらないため、山城は当初はこの兜蜂と吉田伝説は無関係であったのが松平家による奉能以降、両者が混合されて現在に至ったと推測しているが、 カブトがこの地より掘り出されたということ自体に関しては、肯定的な見解を見せている。というのは、江戸時代の遠方年間に、福井で活動していた長曽根派の甲冑師が制作したカブトの中に、源義貞カブトの片木の名が刻まれたものが存在するため、カブトの発掘現象には、裏付けが一応あるからである。ただし、その写しのカブトの形状も、 室町時代末期を待たないと現れない、特部と形株であることから、これも吉定の活躍した時期に合致しないものである。三条は、甲冑の時代変遷を踏まえ、実際に発掘されたと考えられるそのカブトについて、天正年間の越前一行一期の戦闘に際して、使用されたものが地中に渦もれた後、江戸期に再び見出されたものと考察し、このカブトが、 発掘時に新田義貞の所要とされ、同地が義貞最後の地に定められたことに対して、はだ非科学的な扱いと論じ、義貞の戦没地を伝説から切り離して考える必要があると主張している。ありがとうございます。